オタクってもうずっとこう大人になるまでオタク来ちゃった人って、うん、つるんでる人も同じような同類でずっと来てるんで、うん、こうつなんかその時の流行した漫画、今だったら鬼滅とか呪術とか、うん、話題になるたんびに読んだ読んでって言って、お互いをこう布教し合うっていうか、常に最新の情報を、うんうん、それで言うとさ、まあ、うちっていうか俺の地元ってもう田舎だからさ、やることないからヤンキーになるかオタクになるか二択しかないそんな感じのことは。いやでも私のところもそんな感じですよ、ちょっとやんちゃかみんな漫画アニメ見てるか、うんうん、でもそこの境界線ってすげえ紙一重で、おあのヤンキーのやつらってみんなオタクなんだよね。やることない時ってゲームしてるもん、はいはいはい、特にあの雪が降る地域だったからバイク乗れないからみんなあの普通にバス乗って友達に家行って普通にもうずっと鉄拳やったりとかして、それがなくなったらもう漫画読んでて、うん、でしかもその漫画って別にヤンキー漫画だけじゃなくていろんな漫画みんな持っててやったり、はいはい、え俺これ見たことねえよみたいなのとかも、もう普通にやっぱそういうところから刺激をもらってたかな。うん、今あのやっぱ電子書籍というかアプリじゃないですか、はい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 、そうすると友達に貸し借りってしにくいじゃないですか、はいはいはい、やっぱりこうみんなでなんていうか一つの部屋で3人いたら3人が別々の漫画読んでるみたいなことって昔はあったと思うんですけど、 なるほど、ね、あ回し読みとかですね、とか今お前どこまで行ってるみたいな、うーんありましたね。でもアプリだとみんなそれぞれ自分の、まあ、スマホがないけど見ないから、だからこそ俺はそれはみんなに聞きたい、今の現代の子たちにどうしてんのって、うん、確かにあのね、もう俺たちもいいお父さんとか大人じゃないですか、はい、だから、うん、気になるから買って1巻か2巻ぐらい買えるでしょって、うん、面白くなるのは5巻で、5巻だけど、まあ、単行本1冊500円としたら午後2時後2500円でしょじゃないですか、うん、2500円払えない大人いないでしょみたいな、うん、買ってみてそれで面白くなかったらもう買わなくていいからっていう感じじゃないですか、うん、いやまさしく今ナレーターの平野さんに俺は2500円渡してキングダムとりあえず5巻ぐらい買ってくれって言いたい、普通電子でいいから。いや全然読む気もあるんですけどね。いやでもキングダム面白いですよ、漫画として面白い、うんね、特別絵が上手なわけではないんですよ、うん、先生のこう、うん、スタイル、いや私上手だと思う、あの馬の感じがあんまじゃねえなとあるでしょ、こう美術的な意味でのこうデッサンが取れてるとか、うん、そういう意味での、そういう意味での上手ではないんですよ、うん、ただ漫画は神がかってる、漫画としての描写はすごい上手で、うん、こうそれこそこう戦場のこう景観とか迫力、うんね、なんかいわゆる リアルに描くんだったらパースって言うんですけど、うん、こう見た時の机の角度の上に缶が乗ってるみたいな、はい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 、そういうのってすごい大事なんですよ、うん、美術とかイラストレーションとかって、うん、でも漫画はむしろそれをもっと崩してた方が勢いがあったり、なるほど、そうだね、臨場感、うん、が伝わってきたり、まあ、そういう感じ、そういう意味でキングダムの先生は漫画がうまい、絵がうまいとかいう意味ではなく漫画がうまいなっていう、うん、まず本当疾走感がすごいんで、そうです、そうですね、戦場の描き方もあれ独特だよね、すごい上手だなと思う、ちょっとそこら辺はまずちょっと見てほしい、興味が湧いてきました。っていうかまず思うのはイラストと漫画って全然違う、違う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 見方は違います し、 違います し、 お俺もイラスト好きなんですけど、あのエロイラストが好きなんで、うん、しかもタイツ履いてる女の子がめっちゃ好きなんでこのタイツの描き方やばいみたいな章あります、うん、なるほど、あの色赤の、はいはいはい、あの うららかだっけ、うん、うららかっていう女の子がいるんですよ、はい、物を浮かすあの個性を、もう一巻から最初から一緒に入学して、まあ、デクのことが好きみたいな感じの子がいるんですけど、その子って学校の制服いつもタイツ履いてるんですよ、あれはタイツじゃねえと俺は思って、うん、あれはレギンスだあ真っ黒だからですか、真っ黒だから全然このあのディオルっていうのデフォルメっていうかあれが出てねえみたいな、オタクが出てねえと思って、あれダメだ、あ書くんじゃねえよみたいな、コスチューム書いとけみたいな感じで、すげえちょっと俺はモヤモヤしますいやなんかすごいこういろんなフェチがありそうで、いやもうね、あの女の子っていうよりも、はい、俺も友達で一人いてマジでヤバい性癖持ってるやつがいて、はい、そいつの性癖はもうそういうリアルじゃ補えないから、もうそっちの同人誌に行くしかない、俺にも触手が欲しいっていう感じな
やつです、ね、なるほど、その夢を叶えてくれるっていう、いや面白いですね、素晴らしいと思う。いや、あのテーマを決めずに喋るとこういろいろ出てきます、ね、それは出てきますよそれは出てきますよ。いや、そういう今度なんか場を作りたいですよね、こう交流、まあ、視聴者さんと交流するみたいな。あ、それもいいっすね。なんか、なんかとりあえず1個投げてそこから膨らましても、あとはもう、もうなんか視聴者さんとってなると、もうそれライブとか生配信じゃないと、うん、まあレスポンスがもうね、カオスになっちゃうよね、うん、いやでも全然それは、まあ、みんなが許せるなら、あの電車代とかも全部出すから来てもらって、会社で一回ちょっと生配信、そう、喋ってるだけの生配信やろうよみたいなっていうのは、まあ需要があればね、需要というかもっと人がいればだけど、